くしたお前を映す十字架。今は刻んだ夢を道連れにして旅に出るがいいさ。 Do you remember? That's all I'm about. 遠い日に置き去りにした緊張してるんですけども最後まで頑張りたいと思うので皆さん最後まで一緒に盛り上がっていきましょう。それでは続けて3曲聴いてください。星空を変えて。Call me.
もしかして
出してるんですけど、セカンドシングルを買っていただいた方はご存知かと思いますが、私たち、そのセカンドシングルの中に2曲入ってて、で1曲はこれから歌う曲なんですけど、もう一つあって星の成立という曲があるんですけど、その曲を、22日に初披露したいと思います。皆様大変お待たせいたしました。すいません、何ヶ月経ってんねん出してからみたいな。結構かっこいい曲なので、5人で一生懸命頑張るので、ぜひぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。それでは次で最後の曲になります。ありがとうございます。もう結構疲れたな。30分初めてやねん、多分。そうだから今日30分なんですけど、おばちゃん頑張る。おばちゃん頑張る。まだいける。はい、最後の曲ね、先ほどさくらちゃんが言ってくれた、セカンドシングルの曲になってます。
すごくかっこいい曲なので、皆さん最後まで一緒に楽しんでいきましょう。それでは聴いてください、ナンバーワン。Thank you.
30分間こっちの方でやらせていただくので、よかったらフライヤーを受け取るだけでも遊びに来てください。以上、マジェスティックメイツでした。ありがとうございました。ありがとうございました。この後も楽しんでってください。